どうもバタヤンチャンネルでーす。恥ずかしいんですか？バタヤンチャンネルでーす。やってみて、バタヤンチャンネルでーす。バタヤンチャンネルだー。娘が私にメイクをしてした動画を撮りたいってずっと言ってたので、私のメイク道具見てください。メイクポーチがちょっと変わりましたね。だいぶ前にもメイク動画をやってたんですけども、娘は娘でサンタさんからもらったこういう、これちょっと見せてよみんなに。うん、ちょっと壊れちゃったんだけど、見てください、こんなんなってるんですよっていう感じでね、こんな感じでございます。そうそうそう、はい、ということでやりましょうか。うん、はい、じゃあお願いします。じゃあお任せするよ。うん、どっちでやるの？何が？ママは可愛いか、うん、あのかっこいい、どっちがいい？あ、かっこいいのがいいね。じゃあかっこいい47歳かっこいいおばさんでお願いします。これはフロリダ加工になってるので、ノーメイクでもちょっと綺麗に写ってる感じになってます。もうフロリダじゃないとちょっと難しいんですね。フロリダ以外やってみましょうか。フロリダ以外、これホノルルですね。これ新宿ですね。怖いですね。これベルリンですね。フロリダが一番綺麗なんでフロリダで行きましょう。はい、お願いします。最初どれやればいいの？いや、もう任せるよ。お母さん、ここなんかピン、あんたピンない？ピン止めた方がいいかな、お母さん。これで一個だけこう止めといたらいいか。うん、どれがあるし、任せるわ。ちょっと待って、これぐらいに近づけた方がいいかな。うん、カリちゃんが落ちた方がいいよ、ね。うん、いいよ、どうぞ。ちょっとすごい。いいよ、カリちゃんのやりたい感じ。何が思うんだろう。ここだけ白く、うん、手でやるの結局、うん、おでこからやるんですね。皆さんポイント1、おでこから塗ってください。ファンデーションはで、おでこの塗りすぎたファンデーションはおでこをこう、うん、つまみ上げて、つまみ上げて、ほっぺにいってください。かっこよくなるんやろうな、これならない。いや、あんたかっこいいとかわいいは どこでどう変わっていくわけ？わかんない。これかね。ちゃんと濡れてる、これ。濡れてる。ちょっとお母さん、ちょっと鏡持ってくるわ、自分で一回。だだだだ、全然濡れない。も見えないの。あ、じゃあもうメガネ取っていいよ。じゃあいいよ、メガネ取りな。立って立って、うん、立っていい、立って立って、メガネ取って、じゃあこれ下げるわ、ちょっと下げすぎた。うん、口を見て。うん、なんか、いや、任せるけど。わかんねえな、やったことない。うん、だから初めてやるからいいんじゃん。これでいいのかな。まんべんなくつけられてる。もういいや、あかりちゃんに任すけど、この辺とか変に固まってるやん。こういうのちょっとちゃんと伸ばした方がいいくない？ねえねえ、そんな、まあいいわ。そんなぎゅうぎゅう押し付けてんの、あんた。もったいない。なんでメイクしたいと思ったの？え？誰かがやってて、うん、やってみたいな。うん、おでこやりすぎた。うん、もういいよ、なんでも。無理かな。うん、オッケー。汚い。あんた、なんかお手拭き持ってこい。これがすっごい汚くなっちゃってる。お尻拭き持ってきたら、ほら、やっぱここついちゃったじゃん。あかりちゃん、手にいっぱいついた。お化粧品ってあんま取れないからさ。うん、オッケー。うん、大丈夫。後でなんとか編集していくよ。はい、これずっと見ないといけないのが大変なんだよな、顔映ってるって。はい、まあ、はい、どうぞ。もう順番逆だろ、これ。もう服じゃないんだよ。これどこにあるんだよ、全部か。楽しい？くっつけるの、こうやって。うん、本当はそれを先にして上からファンデーションが良かったんだけど、まあいいや。あ、めっちゃ気になる。うん、
キラキラ大切だからね。おばさんっていうのはね、うん、もう色がくすんでんのよ顔のね。これフロリダを使ってるからなんとかなってるんですけど、フロリダじゃなかったらもうどうにもこうにもだから、うん、うん、オッケーなのこれ、うん、オッケーです。うん、よ指出るもん。ほんでこれ何も言え、何も言えへんわ。もう開かれちゃうと、これパカ、あんたこれパカって開くね。うん、こんなのあったの。うん、そうだよ。よく考えられてるでしょ。だから、か、うん、何を言ってたかというと、これパカって開けた時に、これをこうあったらここにあれね、パフが入ってるよっていう。なんか何も知らんから指で塗ろうとしててんな。はい、どうぞ。うん、うん、あ、明かりがやりやすいようにしたのか。いいですね、真剣な顔が。うん、うん、あ、そうそうそう、カメラ気にしてな。お母さんもカメラ気にしてまあまあ、はい、どう、肌綺麗になってきた、うん、ここ鏡見て、うん、うん、なんか目の下と、まあいいや、なんかムラがあんのよね、いつもムラが。ムラってなんだ。うん、ムラやん、バタヤムラ、ムラがあんねん。いや、ムラがあんのよ。うん、もう指で行くわ。指で行ったれ、いっちょれい、指でいっちょれい。こっからやな、眉毛とか難しそうやな。お母さんがいつも眉毛やってんのは、うん、眉毛わかんない、これでやってる、眉毛、うん、なんか見てる、くるくる回ったら出てくんねんけど、あんまり出しすぎて折れたら嫌やから、これぐらいで、はい、眉毛ここで、うん、眉毛って何かなって思って、かっこいい、かっこいい女性の眉毛にしてね。どういう意味、うん、色が上手やんか。うん、何が嬉しいって、あんたがこんな一生懸命やってる顔をずっとこんな近くでずっと見てられるのが嬉しいわ。お母さんすごい真剣やん、うん、上手やんか、あかりちゃん、うん、うん、上手上手、オッケー、うん、急にオッケーなの、もうこれオッケーになりました。なんだこれ、こうやってるやつ、うん、あ、貸して貸して。そう、私ね、たまに首のこの辺がすっごい痛くなるから、カッサー言うの。ここも、もう押すだけでいいね。もうこれだけで気持ちいいね、これ。こうやってもこれだけで。ああ、気持ちいいわ。いいよ、赤ちゃん、どんどんして。次、何やるの？この辺をね。ジップ？こうやって、ここ、特に耳の近く、こうやって押してるだけで全然気持ちいい。アイシャドウか。なんかリンパ詰まってるらしいな。うん。まあまあ、手でやんの。なんか、ある。ああ。お母さん、それあんま使わないけど、えっと、あ、これこれ、あ、ママがいつも使ってる、うんうん、これにしよう。じゃあこれ、キラキラにするね、うん、明るくする、うん、いつもお母さん暗い、うん、うん、次こっちもやってる、うん、ちょっと変になっちゃった。変ですか、かっこよくなってる。お尻拭きで目拭きます。お尻拭きで目拭きます、はい、こっち向いて、うん、明かり大きくなったらメイクする人になりたいとかじゃなくて、うん、でもさ、大人だったら早くメイクしてみたい。うーん、自分じゃなくて人の、うん、人に、あ、人の顔にメイクするの好きなの？自分じゃなくて。だから、あかりちゃん、自分のメイクセットでなんかやってくれてもいいよ。うん、自分のメイクセットでやったらさ、うん、ママ感がなくなっちゃう。ママ感なくなる？いや、ママ感なくしてよ。
ママからなくしてほしい。うん、なくしてほしい。かっこよく若くしてほしいよ。また、はい、目で、お尻拭きで目拭きます。お尻拭きで目拭きます。じゃあ、明かりのやつでやるね。ああ、そうそうそう、明かりちゃんのやつ。可愛くするよね。あ、可愛くする、いいよ。明かりのやつ、うん、こんな色しかないよ。うん、十分やろ、これで。うん、ママが好きな茶色もある。うん、いや、別に好きじゃないねんけど、母さんあんま似合えへんような気がするの。あ、そこに筆入ってんの。うん、筆。もういろんなの使って、もうすっごい可愛くして、あかりちゃん、ママのこと。うん、マジでいい？あかりがさ、いつもさ、派手でいい？あ、派手でいいよ。あかりが好きなの？派手、今時の派手にしてじゃん。あかりがいつも派手派手。うん。あ、ブルー。うん、すごいね。可愛いんだろうね、ちゃんとね。うん。うん。なんかこうボクサー殴られた人みたいになってない？大丈夫。なんか青田みたいになってませんか？笑わせない。あんまり使ったことないな、ブルーとか。目開けて。こっち見て見てこれ。うん。いいよ、全部明かりに任せる、とりあえず。ちょっと待って、つきすぎたか。うん、また、またお尻拭き、お尻拭きで目拭きます。いつもこれで拭いてるで。うん、目開けて。いい。お、なんかすごい、すごいね。さ、アイライナーさ、つか、なんかそんないいねんね。アイライナーって何？アイライン？うん、あ、あるよ、ママ持ってるよ。あ、ちょっと待って、待って、うん、こっちやってくれ。アイライナー知ってんの？うん、すごいやん。チアでさ、うん、チアのな、発表会の時ね。目開けてみて。目開けて。お尻拭きで目拭きます。普通に目開けてみて。どう、かわいい？うん、見てみ。うん、あ、そう。うん、お母さんが塗ったことないやけど、ええんちゃうかな。いいと思う。ママ感、これかわいいと思う。ママ感ないな。うん、殴られた感あるけどな。そう、なんか、うん、あ、でもお母さんあんまりこんなシーンが嬉しいわ。ありがとう。こんなこともないとお母さん青、ブルーのアイシャドウなんか塗れへんから嬉しいわ。あかりのおかげや。チークやってみる。チークママの方がええんちゃう？あと、やばくなっちゃった。お尻拭きでほっぺた拭きます。ほら、くっついちゃった。うん、こうやって目つぶってたら眠たくなってきた。笑われてんねんけど、なんでね。つけすぎた。つけすぎただけはこうすんねん、こう。そうそう、それでいいね。こうこうこう、もうそれでやったらあかん、なんぼでも。キラキラつけてもいい？もうつけてつけて。何色がいい？任せる。綺麗になるような色にしてくれ。じゃあ水。とにかく美人な感じで。うん、どう？開けて。かわいい。うん、キラ、すごいね。うん、なんかとにかくキラキラ。なんか大丈夫かな、ほんまに。こっち向いて。下になっちゃった、あかり。うん、これは月曜日に。お尻拭きで目拭きます。何回拭くねんね、あんたこれ。普
にいいやろ。よくないやんか。間違えたところ服やってたから。かわいいな、あんたの顔。うらやましいわ、かわいらしい顔して。アイラインだ。アイラインかいな。もうちょっとこれ、うん、つけて拭いての繰り返しやんか、あんた。あ、もっと、うん、お母さんな、メイクさんとお仕事したことあんねんけどな、貸して。いきなりここにやらんと、一回自分の手でちょっとパッパッパッとやってからこうやったら濃くなる。もうええねん、ええねん、もうええねん、もうええねんって。もうええのよ、今説明しただけ、別に。もう一回やるやん。何回も拭いてもファンデーションも取れとるわ、もう。パン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 。アイライン見たことある、ママ、これ。うん、母さんあくびしたから涙出てきた、はい。アイラインむずいねんね。うん、これで決まるで。もうこれ一回変えたらもう消されへんからな、これ。え、うん、あんまりこんなすぐ消されへんから、もう一発勝負と思ってやって。どうしよう、どうしよう。一回自分のでやって。うん、どうぞ。上手やな、あんた。何これ。ええ、もうだ、消したらあかん。わかった。あんた何でも消せばいいと思ってるけど、消さんといけなさい、もう。やば、やっちゃった。なんでこれなってんの、これ。これどういう状態、ここ。消したい。これ何なん、これ。おばあさんの、おばあさんのシワやんか。消したい。ぼやかせばいいんだよ。結構消せるわ。うん、いいですか。どうしよう、こっちとこっちのままやな。どうしよう、また消されるからやわ。リップかいな。いつもこれやってたから。うん、それほとんどないから、マックスでこれやから。今ほじくり出す、これ知ってる。こうしてこうしたら知ってる。腕や、赤い方がいいかな。うん、赤い方やってみる。このメイクは、このメイクでどこに行けばいいですかね。原宿。原宿か。原宿でど、何するの、お母さん、このメイクで。食べ歩き。食べ歩き、何食べたいの。いちご飴。いちご飴。キラキラがついちゃった。うん、こっち向いて。こっちがやばい、ね。アイシャドウ。綺麗じゃん。だってこっちのね、ちょっとアイシャドウやってみる。まだ終わりじゃないんだね。うん、なんかさ、ママがいつもやってるさ、こうやっちゃう。こうやって。うん、何それ。下にさ、なんか YouTube で見たことあるんだけど。お母さんもそんなしないけど。いいんじゃん。目の下に、これ完成？で、これ完成。お母さん、じゃあこのメイクで授業参観行ってもいいの？ダメ。なんで？
なんで？いつママがいつも通りのやつがいい。なんでこれなんでダメなの？ん？変だから。ちょいやいやいや、あんたがやってくれたメイクやんか。ママのメガネどこだ？ね、ママのメガネ。あ、メガネかけた姿を見てみたい。いつものママと違うなんか。いつのものママと違う感じがしますか、皆さん。どうでしょうか。いつもと違う感じですか。うん、どう。いい。いい？どう？終わってみて初めてお母さんにメイクしてみた感想はいかがですか。楽しかった。楽しかった？ほなまたやってくれる？あかりちゃんが年に1回くらいでどんどんどんな風に変わっていくのかっていう、まあ、年に1回ずっとやってた私がだんだんおばあちゃんになっていってしまうんですけれどもね。うん、そんな感じですかね。うん、写真撮ってみ。うん、写真撮ろっか。あかりの携帯で。メガネはず、待って、まだまだ。これ。うん、いいんじゃない。うん。これ転送できへんもんな、お母さんにな、この写真な。めずぶって持ってるやんか。めずぶって持ってるやんか。よし、ということで、小学校2年生の娘にメイクをしていただきました。なかなか上手にできてますね。多分メイク動画をたくさん見てるから、ね、うまくやりたかった。うん、いや初めてだからうまくできないよ。また今度、また今度、じゃあ別に YouTube 回さなくてもこれメイクしてよ。うん、うん、またちょっとね、あの時間がある時にメイクしてもらいたいと思います。はい、先生、今日は素敵なメイクをありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。